ドラゴンは翼を広げ、火口の奥へと飛んでいった。白の教団がいない今しか、君たちがドラゴンを打ち倒せる機会はない。追っかけるんかい。さてさて。待って、ここどれぐらい広さなんだ？この辺かな？さてさて、エンカウントの雑魚に手こずってしまう。結構敵も硬いんだよな、ここまで来ると。あれ、どこだ、どこ行けんだ、いねえぞあいつら。ここかな、やっぱり。行くぞ。河口付近に座するドラゴンを見据え、もう逃がさないぞと君は叫んだ。ドラゴンが威嚇の方向を上げる。しかし君も仲間たちもひるむことはない。そんな苔脅しはもう通用しねえぞ。君の目にはドラゴンを倒し自らの願望を叶える覚悟が宿っていた。願望つってもな、金だろお前の場合。君は剣を抜きドラゴンへと切りかかる。それよりも前回なんか過去の記憶がなんかと、フラッシュバックしたような描写が気になったんだけど。お、君の一戦を黒木竜の守護者が防ぐ。その目には明らかな君たちへの殺意が浮かんでいる。私利私欲のためにドラゴンを狙う君たちをバルツは愚か者だと罵った。ドラゴンを倒さねばならぬ理由があるのだと君も一歩も引かない。あれ、なんか理由が変わってきたな、こいつ。もしかして、もはや衝突する運命は避けられない。君は己の全てをぶつける覚悟で敵に剣を向けた。そう、なんか前回こいつすっとぼけてたけど、なんかいろいろ思い出したような感じだったもんな。金のためっていうのは建前で、なんか理由があるのか。同時に相手取らなければならんのか。今度は倒しましょう。前回はな、ドラゴンしかいなかったけど、今回はバルツもいるからな。どうするか。まあ、HP とディフェンス力はバルツの方が低いから、狙い撃ちするか。あ、待ってよ。フリーズかました方がいいか。どうしようかな。ドラゴンにフリーズを狙って、よし、成功。レジストか。そっか、じゃあフリーズは効かないのか。おっと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 。じゃあバルツに集中攻撃だな。どうするか。まあ普通の攻撃でいっか。フリーズはバルツにかまそう。バルツなら効くんじゃねえか。よし。あ、ダメか。くそ、こいつも耐性持ってやがる。そううまくいかないか。しょうがない、成功法でいくか。うお、結構食らうな。じゃあこれで頼む、メルベール。おっ、いいね、ナイス。あ、また中断した。君たちの攻撃を受け、バルツの顔は流血で真っ赤に染まっている。クロエはなぜそこまでドラゴンをとバルツに疑問を投げかける。ああ、もうお前ら知り合いだもんな、そもそも。一族を捨てたお前に何がわかる。バルツはクロエの言葉に逆上し罵声を返した。追い詰められたバルツは何か呪文のようなものを唱え始めた。何何何、このゲーム最高のかっこいいエフェクトが
発生したんだけど。禁樹ダメ。クロエは思わず叫ぶ。しかし時すでに遅し、バルツがドラゴンを凌駕するほどの魔力を身にまとった。明らかにそれまでとは違う力を帯びたバルツは再び君の前に立ちはだかる。まあでもそれ最初からやんないってことは、なんかこいつもデメリットあるんじゃないの。しかし君もここまで来て引くわけにはいかぬと武器を握り直した。ダストのやつキャラ変わってるぞ。なしたのよいきなり。うお、なんかまとってるし。敵味方全体の攻撃が3追加される。あー、ちょっとリディさっさと回復しないとまずいな。ドラゴンを守るように身を立ちしている。ドラゴンへの攻撃は届かなさそうだ。バルツのバルツでなんか耐性得てそうだしな。とりあえず回復しとこう。お、ラッキー。さあさあさあ、うん、まあそこまで極端に強くなってないか。じゃあメルブールとリディに頑張ってもらってだな。アイテム使うかこういう時こそ。つってもな、じゃあこれかな。メルブールに使おう、これを。よし、じゃあラピッドショットを。んー、あんま効かないな。メンバー入れ替えた方がよかったかな。さて、じゃあローリングクローでジム貯めた方がいいかな。これ魔石かなんか使うか。蘇生薬多すぎだろ。うん、魔石を使って、これでメルブールに一番強い攻撃をかましてもらってだな。待って、ここ打っても大丈夫か。なんか回復とかしとく。一応回復しとくか、念のため。おお、でヘビースマッシュ、よし、いけ。これでクリティカル出ればよかったんだけどな。サンダースラッシュとか効くかな。あ、待てよ、光属性効くかもしんない、この状態だったら。あい、避けられてんじゃねえよおめえ。くそ、ジェム補充しときゃよかった。雷系ばっかり使うなこいつ。シローリンクロー。じゃあまたアイテムを使うか。どうしようかな。まあ魔石でいいか。こういう時に使わずしていつ使うって話さ。やっぱね、バフ系のアイテムはちゃんと使わないとね、ボス戦では。そこまで効かないな。うわ、ゼロエレメンツ、お前も使えんのかよ。やべやべ、うおっ、結構効いたぜ。
もうちょっとだ、もうちょっと。いけ、おら、もうちょい。でも回復しといた方がいいかな。どうせこいつ倒したところでまだドラゴンがいるしな。回復薬を残しておきたいから、回復薬さえ倒れなければ。よしよし、まあ一人やられても蘇生薬があるから立て直しは効くはずだ。よし、じゃあ普通に攻撃で、ああ1足りない。そんなことありかよ、ありかよ。おっと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 、よし。あーでもどうしよう、リジェネレード使っとく。ちょっとまだまだ戦い続くからな、ちょっとここ回復しとこう。これで終わりってことはないと思う。よし、じゃあこれでこいつはぶっ倒して、よし、あとはこいつと、ああ終わり。君たちは優勢だがバルツの様子がおかしい。まだなんかあんのかこいつ。スタミン3人ともレベル上がったよ。回復する必要なかったじゃん。なんなら全員上がったしな。さあどうする？勝敗は決した。君はドラゴンを守れず涙するバルツを横目にドラゴンと対峙する。バルツは満身創痍になってもまだドラゴンを守ろうとしている。こいつの目的は何なんだ？ん？そう発したのはドラゴン自身だった。お前喋れたのか。彼は人が傷つくことを望んでいないと告げる。君は人を傷つけておいて何をと旅の中で聞いた被害の数々を口にする。いやそれ違うんだろ多分。バルツはそれらが事実と異なると激怒する。ドラゴンはここまで自身を追い詰めた君たちの力量に敬意を表し世界の真実を語り始めた。で真の悪は白の教団か女王か。この世界に暮らす人々を助けている薬、それにドラゴンが関係しているということらしい。あ薬、あそれであのなんか病気の村が関係してんのか。ドラゴンと薬の関係を聞き出そう。薬との関係は？この世界の誰もが湯水のように使っている薬。薬を飲むだけで病や傷を感知させられる。人々はもう薬なしでは生きていけないほど依存しきっている。それはもはや麻薬だろう。その薬の原料となるのが、はあ、竜の涙なのだ。はあはあはあ。あ、もう一個聞けんのか。かつて人間に捕まったドラゴンはこの島で日々悪夢のような仕打ちを受けた。ある時は体を幾百もの槍で貫かれ。ドラゴンってこいつしかいないのか。ある時は体中の鱗を剣で剥ぎ取られた。この島の奥深くで毎日のようにドラゴンの苦痛の叫びがこだましていた。そうしてドラゴンが流した竜の涙を使って人間は薬を量産してきたのだ。君は思い返してみた。旅の中でどれだけの人が薬に頼り薬に救われてきたのかを。それがドラゴンの苦しみの上に生み出されてきたものだったとは。思いもよらぬ真実に君も仲間たちも息を飲んだまま立ちすくんでいる。まあちょいちょいなんとなくフラグっぽいのあったけどね。ドラゴンは人間のために苦痛を受けながら生きることにはもう疲れたという。だから
言葉を続ける。だから人間を滅ぼす、それとも自分が死ぬ、どっちだ。私を殺してほしい。そっちで来るか。そう頼むドラゴンの声は世界に疲れきり悲哀に満ちていた。でもバルツはそれが嫌だからこうやって協力してんだろ。ドラゴンを倒せば旅の目的が達成され、君は望みの賞金を手に入れられる。でもダストの目的も本当はそれじゃないんだろ。しかし新たな薬の供給は止まり、薬に依存した人間社会はいずれ崩壊するかもしれない。でも それはつまりドラゴンを生かさず殺さずみたいな扱いにするってことか。さあ君はどちらを強く望むか。結局薬目的だったら殺せないってことになるんだと思うけど、そうしたらドラゴンは苦しみ続けることになるんだろう。で殺しちゃったら結局薬の供給が止まると。まあ俺は途中からドラゴンは悪じゃないってなんか気づいてたからこっちかな。ドラゴンの悲しい真実を知ってしまった以上、もうドラゴンは殺せない。君は苦渋の決断でドラゴンを見逃す選択をした。お？どこからか魔法が放たれ、え？君たちは弾き飛ばされた。あいつらか。火山の下に落ちた白の教団の一行が再びドラゴンの前に立ちはだかる。おいおい、守れなくなるぞこれ。白くはドラゴンを睨みつけ、これで世界は安泰だと漏らした。さあドラゴンを捕獲してという白磁に相槌を返すと、白くはドラゴンへと歩み寄り、おお、マジか。白くは剣を抜き、一瞬のうちにドラゴンの体を両断した。自分の手で殺した方が良かったのかこれ。でもこいつらだって捕獲するんじゃなかったの？なんで殺したのよ。絶命したドラゴンは足場から倒れ落ち、河口へと落ちていった。こいつらもこいつらで一枚岩じゃないのか。捕獲するのでは。ほら他の連中は白くの行動が理解できずに固まっているようだ。突然地面が揺れ始める。ドラゴンの体を飲み込んだマグマが力を得たように活性化し始めた。もあとはあの場所を破壊すればと吐き捨て、白くは一人足早にその場を立ち去った。こいつもこいつでなんかいろいろ知ってんなきっと。白の教団連中も事態を飲み込めていない様子だが、白磁の号令によって走り去っていった。火山は噴火寸前だ。このままでは君たちも巻き込まれることになる。クロエがバルツも連れて行こうと提案するが、彼はここに残ると言って動こうとしない。どうして。バルツは今にも消えそうな声で君たちに最後の希望を託した。竜の涙は強大な力を秘めている。使い方によっては世界を滅ぼしかねないと。もうあいつらに涙を使わせるな。お前の禁止の力を使ってでも止めろ、クロエ。お前も使えんのか。君たちはバルツの言葉を聞き受け、白の教団連中を追うことにした。火山の噴火が近い。先の揺れで岩壁が崩れ、元来た道は塞がってしまったようだ。さてさて、リレミトがあればいいんだが。あーていうかなんかアイテムあんじゃん。道をたどって火山から脱出するしかない。ダンジョンから脱出するアイテムあるじゃん。100歩以内に火山から脱出しろ。アイテム使えないの？画面左に表示された残り歩数は1歩動くたびに減っていきます。0になるとゲームオーバーになります。おい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 、
オートセーブン含めたセーブとロードジャンプ移動は一切できません。また導きの説も使用できなくなります。ここでセーブしますが、直前データ以外の場所にセーブしておくことをお勧めします。分かった、セーブするよ。あそこに行くには、まあ、この辺かな。じゃあ普通にこうやって、あとエンカウントあったりしないよな。あるんかい、くそマジか。カットします。よし、急げ急げ。脱出経路、これ続けどんぐらいあるんだ。長いぞ道のりが。どこが正解だ。こっちまで行かなきゃいけないのかな。まあ行くしかねえか。アウト、まあちょっちゃった。なんかファイナルファンタジー6でまた大陸から脱出するときみたいになってんな。わかる人いるかな。どっちだ。このまま下に下っていいのか。おっと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 、待って、そうか、ジャンプ使えねえんだった。よし、こっからいけんな。あ、間違った。貴重な一歩が。やべえ、これ間に合うかどうか怪しくなってきたぞ。うー、こっちじゃない。こっちじゃない。こっち？くそー、道が狭すぎる。まだ余裕はあります。え？焦らず進めば大丈夫。大丈夫か、本当に。このフロアで終わりだろうな。ちょっとリディがダメージ食らいすぎたので入れ替えましょうか。まあここはね、クロエにちょっと出番あげてもいいかもしれない。おっと、よしよし、こっから行こう。まだあんのか、続きは。あるなぁ。どんぐらい？これ間に合わないのでは？大丈夫か？よし。急げ急げ。エンカウントが邪魔くせぇなぁ。よし、急げ急げ。あ、間違ったい。ちょっと、間違ったい。間違いまくり。勝ちましょう。よし、リディがレベル上がったから全開したな。まあもう一回入れ替えてもいいけど、クロエでもいいか。お、やっと出口か。火山の出口が近い。君たちは迫り来るマグマからなんとか逃げ延びたと胸を撫で下ろすが、あ、突如マグマの中から魔物が現れ、君たちの進路を阻む。ああ、まあでもクロエに入れ替えたことがプラスに働きそうだな。クロエのフリーズなら多分速攻倒せるはず。おっと、あら、ちょっと強いな。
両脇のやつを倒しておくか。ちょ、フリーズでまずこいつから。よし、いい感じ。そして右のやつを落としてやろう。あ、スピニングで使うか。よし、あとは真ん中のやつだけだな。あっとは守り固めてきやがった。そう、うぜえことすんな。闇ダメージが4追加。闇のスキル今連れてきてねえよ。連れてくるって言い方変だけど。あ、待って、ウィンドとか効かないかな。どうかな、効かないな。さてさて、ちょっとメルブルのパワーになんとか頼ろうか。ダスト普通に切っとけ。ボルケーノ、敵が使う全体攻撃がなんかすげえやらしく感じんだよな。ドラクエでもそうだけど。よし、固まっちまえ。よし、あと一発殴れば多分いけんじゃねえか。やっちまえ、終わりだ。別にクリティカルをここで出さなくていいんだけど。出さなくても潰せただろ今。お、レベルアップ。ちょっとここに来て敵が強くなったからな。君たちは道を塞ぐ魔物を倒すと、そのまま急ぎ足で火山から脱出した。こいつらもだいぶ強くなったんだけどさ、敵が強くなってきたから、ここのところ。はあ、やっと。おお、薬に溺れた人々の村で白毛騎士はこの島の現状を聞く。あ、聞くで投げくって言いたい。ちょっと読めなかった。これ結構早いんだよ。ドラゴンと石岩の男は偽りの平和で彩られた世界の真実を語る。薬薬薬。ドラゴンの命尽きる時、大地は揺れ、火山容赦なく炎を吹く。自称勇者たちは溶岩の噴出する火山から脱出する。シオン教団の目的とこの島に隠された秘密とは何なのか。どこかへと消えた白き騎士と竜の涙に秘められた強大な力とは。強大な力とは、第7章竜の涙。かろうじて火山から脱した君たちは山頂で起きた出来事を思い返す。ドラゴンと薬の真実、白の教団と白くの目的、そしてバルツが最後に残した竜の涙は世界を滅ぼすという言葉。君たちは病気の村に戻り、錯綜する情報を整理することにした。あの村に戻んの？あんまり戻りたくねえぞ、あそこは。セーブドロードジャンプ移動ができるようになりました。できるようになってくれないと困るわ。はい、ということでちょっとね、長めにやったんで、ここらで一段落としようかなと。まあ第7章、これが多分最終章になるんじゃないかと思いますので、まあ、ちょっと悔いがないようにやっていこうと思います。まあ残り短い間になると思うんですけども、最後までお付き合いお願いします。あと面白かった方はチャンネル登録も忘れずに、どうかお願いします。ありがとうございました。